お、蘭姉ちゃん。右側の蘭姉ちゃんは代名詞の角が生えていませんが、一体どういうことなんでしょうか。見てみましょう。ポン。鬼太郎的な、妖怪アンテナ的な、事件アンテナみたいなのがあるのか。吉田沙保里さん、どういう状況なんだろう。事故っちゃったのかな。泣いていますけれど、一体どういうことなのか見てみましょう。ポン。すごいね、法律をも覆す沙保里マジック。これは何だろう、プロレス選手なのかな。何か驚いていますけど、一体何でしょうか見てみましょう。ポン。赤コーナー、吉田沙保里負け格。お、空き地でみんなが何か喋っていますね。そしたら雲の島があってさ、その島でのんびり昼寝した夢を見たんだけど、いやー楽しかったなー。雲の船に雲の島だって。幼稚園みたいな夢だ。のび太らしいや。そこでしずかちゃんが追いかけて、多分慰めの言葉をかけてあげたと思いますけれど、一体何と言ったのか見てみましょう。ポン。追い打ち。お、ボートレースかな。来た来た来た、361のほにゃらら来た。一体何が入るのか見てみましょう。ポン。俳句になってない。 なんと、まあ、元ネタは敬遠だーかな。ボールを高く上げていますけれど、これが一体何なのか見てみましょう。ポン。そんな驚くこと。まあ確かにね、都内はねなかなか降らないからね、みんなで楽しもう。五寸釘のヒデ、カミソリのタカ、ホニャララの一蔵。ちょっと見えてるけど一体何でしょうか見てみましょう。ポン。よかった、生きてたんだね、何より。最高に楽しかったぜ。感動の別れのシーンっぽいですけれど、一体どういうことなんでしょうか見てみましょう。ポン。テクノロジーの無駄遣い。コナン君、犯人2人が銃口を向けていますけれど、一体どういう状況なのか見てみましょう。ポン。元太と光彦に一体何があったんだよ。怪我している男性、吉田沙保里さんとバトルをして負けちゃったのかな見てみましょう。ポン。まさかの精神世界で戦っただけなのにこんな姿に。すごいな、霊長類最強は。シュレックのコスプレをした夫婦かな、これは。すごい笑顔ですけれど、この写真が一体何なのか見てみましょう。ポン。シュレックじゃねえよ。お、少年が何か泣きながら訴えていますけれど、一体何でしょうか見てみましょう。ポン。そんなの関係ねえ。どういう状況なんだろう、これは。先生かな、セーラー服を着た先生が何かを訴えてるんでしょう。見てみましょう。ポン。この中に、吉田さんのセーラー服を盗んだ人がいます。おめえだよ。お、セルだね。これはベジータと戦ってる時の第2段階かな。畜生、畜生というセリフですけれど、一体何が入るのか見てみましょう。ポン。ここで塩コショウ、少々。そんな叫ばなくても伝わるよ、大丈夫。お、シンクロですね。綺麗にシンクロしていますけれど、一体どういう状況なのか見てみましょう。ポン。そっか、全体魔法使われちゃったんだろうね。仕方ない。お、ドラゴンボール屈指のシーンですね。ピッコロがやられて、ご飯が覚醒して、魔線香を打つシーンですね。一体どういうお題なのか見てみましょう。ポン。まさかの裏切り。あー、このワンちゃん超可愛い。すごい笑顔ですけれど、一体どういう状況なのか見てみましょう。ポン。こんな笑顔で交渉されたらコロッと落ちちゃうわな。お、なんか貴族らしき人物が無表情で刺されていますけれど、一体どういう状況なのか見てみましょう。ポン。乳首ドリルすんのかい。